お疲れ様スロットです。今日はですね、こちらホグファルチェにやっていきます。さあ、久々にこの執行人をね使っていこうと思うんですけど、今の環境ですね、まあ、この執行人ファルチェのメタとして使われる、まあ、メタなのかどうかも怪しいんですけど、まあ、ライトニングね、ライトが少ないです。はい、ライトニングデッキっていうのが、まあ、基本的にはロイジェに入ってくるんですけど、まあ、ロイジェがそこまで強くないっていうので弱くはないけどね。そう、そんな使われてないからライトニングが少なくて、まあなんかエリゴレ系が多かったり、まあ、こういうババとか親衛隊が結構強かったりするんですよね。はい、ライトニングそこ関係ねえか。まあ、なんだろう、ファイボとかポイズンが多いっていうのもあるよね。あと呪文が入ってないデッキで、ファルチェの対応する、ファルチェを対処するデッキがカードが入ってないデッキが多いっていうので、ちょっと強いのよね、このファルチェ君がね。ホグライダーに入ってきちゃったよと。まあ、もともと入ってるデッキもありましたけど、まあ、それとはちょっとまた違うね。ボムタワーファルチェよいしょ。あー、でこういうのにね、ファルチェが気持ちいいのよね。いきます。まあ、なくても全然止まったか。てか、なんなら俺のファルチェ、トリマの方で弾の角度が変わっちまった。ごめん。まあ、トリマファルチェがいいらしいです。はい、やっていこうか。相手の呪文次第では止まんないんじゃないでしょうか。さあ、あー、ここにも刺さる、環境にも刺さると。いいよ、残ったらさ、えって今の鎌入ってる、やばい。結構削りますよ。ファルチこれで400ね。フォークライダー一発分入ります。いや、強っ。さあ、そして、このデッキにはボムも入ってるから、ちょっと守りも硬いよと。あー、これライトニング打つと1ハード取られるっていう。なんて、なんて便利なリボンですよ。これ、行っちゃえば折れそうなんだよな。ババがいないサイクルなんだよね。おお、これはい、ファルチ気持ちよくなります。まあ、これは捨てたいっていう判断かな。削りに行って守りたいな。これ相手の呪文なんだろうね。何もなければライトニングとか、まあそれでなんかかなければ、もうファルチの鎌で燃やせます。あのランバー禁忌できます。で、ほんとそっちにトレネ使うとこっちが怖いんですけど、どう見てもファルチが強い。どう見てもファルチがぶっ壊れてる。どう見ても相性がいい。さあ、ファルチゲーです。やばいね。で、気づいたら左も結構削れてたな。これ相手のデッキに刺さりすぎじゃない？こんな刺さることあります？こんなにファルチゲーできることある？さあ、やばくね。まあ、なんか多分環境いいんですよね。なんか、まあスケラファルチェもいるし、あとはドリルプラスファルチェとかもいるんですけど、なんか環境がいい。そう、ただただ勝手に上振れてます。ただただ気づいたらね、ファルチェ環境ですよと。マジロイニだけもともと弱いですからね。そこがいないんでさ、ヒースピットなると、まあ、スパーキーか、神技デッキもあるね。おい、なんでこのタイミングでさ、ライトニングないってなるよね。マジ打ちて。打っちゃうね。マジでやばい。マジでやばいけどね。ちなみに、イリババとかコン大丈夫かな。もっとなんか、すげえの来たな。あー、それね。やばい。マジで。いや、でも、これ、耐えるのね、すごい大事なんですよ。今回の相手は、ナイトモンク3しね、エリババあります。それしかない。だから、削れない。モンクのカウンターで976落とされなければ、相手は絶対きついと思うんで、これ耐えたいね。相手のモンク嫌だな、でも。禁忌できないかな、これ。ボムが強すぎるか。いやー、まあライトニングね、悪くないけど、エリポンに打つかどうか、これやば。ちょっと待ってよ。いや、一回打つわ。
俺しかも、いやこれやべえな、おい文句からのガゴがいるんですよ。30締まるな、一応。あ、これはでも、いや強っ。まあエリババが回るなら仕方ないで、ホグ行く。回らない、でかいでかいでかい。よしよしよし。いやファルチェね強いっすよね、なんかダメージが。ホグだからって今ね毎回2倍入ってるようなもんですからね。よし耐えます。いやマジで美味しい、これライトニングってバレてるはずなんですけど。お願いないと、ちょっと強いんだよね君。それウッド使いてー。まあでもボムがさ最強。テンプレホグファルチェだとやっぱゴブリンなんですよね、このボムの枠がね。そうなると意外と防衛もねちょっと難しくなったりするけど、ゴブリンがいなくなりボムになっただけで鉄壁になりますよ、リハイ。いやいいねファルチェボムね。まあ環境に、まあほんとさ、ただの環境メタみたいなのがある。まあほんとエリゴレとかもね結構いるんでね、エリポンゴレとかマジ環境のほとんどのデッキに勝てそう。同系統だけわかんないけどね。まあ、マジアチャートルネとか。まだファルチが強いからな。大敵いらっしゃい、豚。あー、この被りでかいね。ライトニングだとね、ババに弱いんだけど、ボムタワーがあるんですよね、ファルチも。これやばいね。うまくできてんな、このデッキ。さあ、回収して、レイジババだったんで、なんだこれ、エリゴレじゃないですか、お兄さん。もしかしてこれフォーエバーエリゴレ。え、全然ゴブジェイスパーキー、エリポンゴブジェイスパーキーか。あ、これスパーキー食ったら止まっかな。きつい、プッ、うっ、なるほどね。まあスパーキーはねロケが欲しくなるね。まあ欲しくなるけど、ライトニングも別にスパーキーに対してそこまで悪くない。なんならダックプリとかと、まあなんかと一緒に来てくれたらゴブジャイ。あー、これがよくねえのか。ゴブジャイスパーキーユニットに打てるんでね。この後やばいな、これ。鬼ライト回すか、ワンチャン。まあ、ファルチェの鎌がね、当たれば幸せなんですけどね。逆くんだよね。やだ。これやばい。うちのボムは強いんですよ。あぶね。うわー、50%カット ?60% だっけ。めっちゃ攻めてー。これいっちょ。微妙か。いや、微妙とかない。よかったと思う。あれ、うっ、待ってー、ちょっとやばい、ちょっとだけやばいのよ、やばいのよ。
まあガチ防衛か、これメガゴなんかやだな。地味にいい味出してくる。できる。熱いこれ。ババ一発だけ。よしよしよし、一発だけ削ってくれたら俺ライトニング圏内です。来信できないよな。あれ来信してくるか、したいんじゃない、しておいで。するカードないか。オッケー、ほえースパーキーね。まあスパーキーも多い。まあファイボとかだったから絶対止まんないからね、ライトニングロケットなら全然戦えるね。まあなんかファルチェってね全然弱くないし、なんならちょっと強い部類に入るんですけど、多分世間的に過小評価されてるんですよね。だからまあ似たカードがいっぱいあるし、それこそウィザードとかネクロとかファルチェとか、なんかその辺でも一緒じゃないですか。三種の五コス野郎たちいますけど、ぶっちゃけ一番ファルチが抜けて強いと思うんですよね。だからその辺のカード使うならファルチをおすすめするし、まあマスケとかアチャクにはちょっと弱いけど、別にエレキとかマザネクとかその辺にもね全然強いし、悪い部分が少ないですよね。5コソナだけ。さあこれは遅延スキャラかな。このゆっくりな感じがね、僕遅延スキャラです。ライト打つか悩むな。打っちゃうか。お、残りそう。残ったらまあ禁忌されるけど、ホグって結局、うん、ミスってね、ミスってね。いやーいい受けね、これね。まあ勝つにはファルチェトルネのかまさし野郎にならないといけません。ホグライドはね100入らない、一発も入らないと思っていいね。ホグファルチェのこのファルチェがねポイで残るんで、てかゴブリンいねえからこれスケラ止まんねえな。よく考えたらやべ、スケラが止まらん。あれ、まあ何でもあるもんね、墓石もね。ポイ削りやばいかな。いやでもこれファルチェ最強になれると思ってるんですよね俺今。デューダサイクルがねかみ合ってない。これファルチェも最強になれるっすよ。えファルチェ入ってないか。いや入る入る、これ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 がねもう壊れ。よしよしよし。もうちなみに俺スキラの受けがなさすぎて、タワー行く。あっつファルチェ、よしよしよし。削ってもいい気がする。一発オッケーオッケー、トレーン使わした。たまたま、うおい、これグロークね、やばすぎだろ今。500入り、500、448、今のグロいな。うちのハルチェ触れさせないよ。いやマジ高めハルチェ強っ、これが強い。相手のベビドラの杖、いやでもファルチ強くね。ナイト、いやナイトが強い。タルクルか、まだファルチ、これの無限ちょっと怖いか。これ延命するよ。うわータイブレイク、スキラポイズンに勝てるかなこれ。
やべえ、スケラポイズンが強すぎる。鍵変えて、うわ、いやーこれね、ゴブリンマジで欲しかったな。まあこれはボムになった唯一のデメリットかもしれないね。テンプレのゴブリンがボムになってもう本当に守りは強くなった。あのスケラの受けだけね、ゴブリンの方が良かったよねって。まあ仕方ないかな、むずいね今のはね。ファルチェホーもっとぶっ刺したかったね。ファルチェ取るんじゃない。ああいうのはね、ファルチェで頑張る。ホグが通んないときはファルチェで刺す。ファルチェ取るね。さあロイホグは相性が良さそうだけど、ロイホグゴブリン圧着いか。おー圧着いロイホグっすね。ちょっと久しぶりに見たな。にゃんにゃん丸巡査部長ね、強そう。まあ、ライトで削ってボム回してロイホグ警戒きた。まあ、キング起動ちゃっちゃしちゃいたいけどね。ボムあるしファルチウッドもあるっしょ。ちょっと相性良さそうだな。まあでも俺ホグプラス施設持ってると思うんで、ライトニング打たないとホグ入らないんで、まあ、こうそう考えたらこっからの試合展開がちょっとだるいね。圧着もだるいしね。ライト打たないといけない。キング起動してないのに痛いかな。さあでここはライト打つと2連続アド取られちゃうんで、ついていけなくなっちゃうんで一旦の待ちかな。あーいい打ってきた。まあ一旦ね、ホグこれ飛ばす意味がねないんですよね。どうしようかな。まあアイスピ回しのホグ、そうこれがね削れないんですよね僕から。まあでもライトに対してちょっと強い。ここでもう一回こっちで行く。いや硬っ。そうねこれがね、あーうまい、ライトニング避けのやるね、知ってるんだぞ。近畿できてないかんな俺。それやりますね、知ってるんだね。いや左削れてきたのでかいね。いいよファルチェがね、クエイクだとね一生残るからね、一生出してやる。
タイブレイク。このナイト強えぞ。おー、さあ諦めてね、最後は。いやちょっと怖かったな。いやめっちゃうまかったわ。ホグルート強制されてた。ライトニングね、逃げられましたね。そして久しぶりに見たこのアチャクイロヨグ、懐かしいな。なんで消えたんだろう、わかんないけどね。まあ、ボムタワーちょっと突破できないのかな。さあいいね、なんかたまたま相性いいのがすごい多い気がしてる。マジスケラぐらいかな。さあウォールブレイカーで、これが、まあ、相手がポイウッドだったら、まあ、ファルチ残るし、まあ、マジアチャだったら、まあ、またこれも同じかファルチ残るんで、ファルチで頑張る。僕自体はね、まあ、ライトニング取れなければライトニングで突破できるけど、トレネ持ちだったらもうファルチェトレネかますしかない。かまさないと逆に勝てない。さあボム便利。いやーマジこれがね強いんだよね相手の。さあマジアチャの方ね、マジアチャの方じゃなかった方が幸せでしたけど、マジアチャだとファルチェに対して出てくるナイトをトルネで勝ち込みたい。てかそれをしなきゃ勝てません。逆にそれをすれば勝てる。今度かい。うわこれ持ってね、持ってねえから行く。まあ取れねえか、強すぎ。一発だけでも欲しい。苦しい。まあ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 相手呪文ないんでね、耐えるの大事なんですよ。トルネウッドなんで。耐えるの大事なんです。悩むね。まあファルチェに出てくるこれないとトルネで刺したい。めっちゃいいとこに立つね。なんですか。もう一つでっけ、これこれで勝つ。しかないです。最後ライトニング打って逃げる。あそこ入っちゃうんだよな、マジアチャ。さすがに知ってるか。ホグ一発ない？でっけ。ファルチェごめんな、残してよくねえな。トルネ来る、今度かい。よしよしよし、いや生きてる生きてる生きてる。耐えるの大事よ、耐えるしかないから。マジアチ来てほしい。一発入ってる、でかすぎる。ライトニングで勝てる。
帰る。なんでおーい、でけえさ。おい、これ勝てんのでかすぎるね。よしよしよし、ファルチェの鎌とマットは、まあ、マジアチェさえ塞いでしまえばね、ライトニングで勝てんのよね。さあよろしく。いいよ、マジアチェでも怖いね。もう体力使うね、対マジアチェはね。さあユーノ、これまたマジックアーチャー可能性ありますね。あー、エレポンか、 3C じゃね。ユーノリポン、まあ 3C かな。耐えればこのサイクルを、基本エリババとかいるからね、あんまホグズ攻めたくないね。攻めてもカウンター受けるだけっていう。なんでやねん、なんでやねんねんねん。もう一個下なんか位置変えとけばよかったですね。それでもポストあるんか、言うのだけ。オッケー、これはダメージ稼ぎの攻めですかね。エリポン後取られるけど、まあ、ダメージ稼いでないと結局みたいなのがある。稼いでエリポンは2ガード取られるんですけど、2ガードは守って回収する。ボムしかねえのいけるの。あれウッドでルート強制できる。いやーマジエリポン強えな。エリポンが強えんだよな。ただ勝手に生きるかな。近畿できてない、痛いな。余裕できないもん。まあ、芝居とか。いやライトリング強っ。耐えてます。あーなるほどね、それやばいな。大丈夫、撃っちゃう、間に合うんかい。まあでも相手今回あれだね、エリババがいねえわ。それが幸せ。一発、このほぼ確一発が気持ちいい。固められるのでも嫌だね。あー2体飛ぶ、でか。粘ってくるね。
あぶねえ。ユニット来る？ないとか。一発欲しい。耐えれる。ライト圏内、ライシンない。オッケー。マジで危ねえ。怖すぎる。エリポンがね、やべえのあれがね。さあ、というわけでこちらファルチェホグね。いや、だいぶファルチェ強かった。しかもこのゴブリンじゃなくてボムになってる分、まあどうだろう、相手によってはすごい守りやすいとも感じてね、使いやすかったので、ぜひ皆さんもやってみてください。ちゃんと声がお願いします。お疲れ様でした。まだね。